天皇賞春逃げ馬はどこまでか。天皇賞春逃げ馬はどこまでか。プルプル、スラリンメタリンの世界一当たらない鳥紙予想。どうもどうも、スラリンメタリンでございます。先週はマイラーズカップのファルコニアだけがなんとか3着に、回収率も57.56.7%した。このあたりをこのところの不調から脱するきっかけにしたいところです。ゴールデンウィークも始まって4月最終週となりました。今週は青葉賞、天皇賞春、この2レースをしっかり予想していきたいと思います。まずは青葉賞の予想から。本命にしたいのは13番ジャスティンスカイです。このレース好走条件は、前走重賞なら掲示板圏内、オープン1勝クラスなら勝利が絶対条件で、さらに上がり4波乱の時計が上位でないといけません。前走フリージア賞の上がり33秒9のこの足にかけてみたいと思います。そして穴候補は、同じく前走で33秒9の時計を出している14番グランシエロを上げてみたいと思います。それでは天皇賞春の予想も行ってみたいと思います。チェックしたいポイントですが、まず4、5歳馬中心で行きたいところです。そして前走日経賞または阪神大賞典から入りたいです。人気の2頭の取り捨ては好走馬、逃げ馬の好走条件です。あとは天候から雨ということから、重馬場が得意な馬を探すのが賢明かもしれません。ということで本命に挙げたいのは18番ギッポントとします。過去10年2コーナーを1、2番手で入り、馬券に絡んだのは2012年のリートブラック、2015年のカレン・ミロティック、2016年、17年の北サンブラックの3頭4回だけです。この3頭4回が前走阪神大賞典か大阪杯、この2つパターンしかありません。日経賞から入ってくるタイトルホルダーは評価を下げました。穴候補として狙いたいのは5番のマカオンドールです。4、5歳馬で重馬場での勝利条件があります。この馬が、馬場が荒れれば荒れてくれるかもしれません。というわけで今週はこちらの単幅2000円での勝負で行ってみたいと思います。よろしければ参考にしてみてください。ではでは、また来週。